はい、どうも皆さんこんにちは、会長です。時刻がね9時50分ということで、まあ今帰ってきてね、動画回してます。はい、でまだ時間ね間に合うかなって思ってねやってるんですけど、ちゃんとねツイッターでネタバレ食らいまして、バトルもね数戦潜ってきました。まあどんな感じかなって感じで、はい。でまあキャラ数も少ないんで、時間が余ったらバトルでさっき使ってなかった方のキャラを使おうかなと思うんですけど、まあ、とりあえずね2キャラ飾っていきます。なんでこの時期のとか、まあそういう話は後にしといて、あるですね、ある、はい。で攻撃が 1.15 から 1.10 に下がりまして、移動速度も 2% ダウンと。まあスプリンターっていうくくりだけだったらあるはめちゃめちゃ強いんですよね。まあ前回ピエールの動画出しまして、でピエールなんで使われないんだろうなって、アルがいるからだよねって、他のサポートスプリンター、支援スプリンターなんで使われないのかなって、アルがいるからだよねって、まあ固定においてはまあ役割がまた変わってくるし、まあ支援は支援でキララが強い、ボイドルが強いとかまああるかもしれないし、まあタンクに支援した方が強いっていうのがあるかもしれないから、させた方が強いっていうのがあるかもしれないから、まあいろんなキャラが使われたりはすると思うんですけど、野良に関してはやっぱり可能に持てて自分で何でもできて、で耐久もあるっていう、まああるがね、まあそりゃ強いわけで、火砲食らってもまあもう一回ぐらい火砲は来るかなってもちろん思ってましたし、前回から6が30から20になって、ダッシュの範囲が狭くなって、まあ今回の火力下がって移動速度下がってって感じで、まあだいぶ弱くはなったよね。まあ個人的にでかいのはやっぱ毒の 20% かな。30から20は思った以上に感じましたよね。まあ、全然その回復量とかは変わってないから、耐久面に関してはそんなに辛くはないなって感じなんだけど、ゴリゴリキルするっていうのがしづらくなった感はすごいあります。ただ、まあ、流行ってるキャラがキャラだったんで、アクセラは結構ねしばけたりはしたんですけど、まあでもね、今ね、みんな硬いからね、毒は強いから、全然まだ燃えるレベルなのかな。1.10、まあ下がったっちゃ下がったけど、全然ダメージは入る強さだし、まだ通常は強いし、可能性も強いと思うんで、そう、通常は結構早いからね、全然、なんかダッシュの硬直がとか、ダッシュがもうちょっともっさりするとか、まあそういう致命的な火砲がない限りは、まだいい位置に落ち着いてるんじゃないかなって思います。で移動速度も 2% は結構でかいんで、今までそのメダルが、まあ、足さんついてれば何でもよかったんですよね。足さん体力6とか、足さん CT6 とか、その耐久でガンガンダッシュしに行くタイプか、支援で、まあ、固定で使えるタイプかとか、まあ別にイエーガー前転可能ねとかにして、足三権力とかにして、まあわりかしキルに寄せてもいいかなって思ったし、そういろんなね使い道があったと思うし、逆にねついたメダルでよかったかなとも思うんですけど、まあ足 2% ダウンがまあちょっと使いづらいってなるんだったら、足6自由枠みたいなメダルになってくるのかなと思います。ただ結構ねスプリンターだから枠は余ってるんで、メダルの全然まだありようはあると思うんで、まあメダルが圧迫されるだけだからいいかな。まあちょっと様子見だよね。こっから使ってって、それでもまだ野良であるが一強って感じだったら、どうにかしないといけないと思うし、まあとりあえず調整は全然、まあタイミングはともかくありなんじゃないかなとは思います。はい、あるはね結構野良シーズンもお世話になったし、わりかし自信はあるんでね、まあ語られるんですけど、まあ、こっちがねちょっと微妙なんですよね、僕の中では。ミサカはメダルがね剣8ついてるんで結構使ったんですよ、結構。でデッキもねやっぱみんな悩むんで、研究したいなって思って使ってたんですけど、アクセラはなんか無難にね適当に強いじゃないですか、適当に強いんでそんな使ってなかったんで、ちょっとエアップ混じってるところもあるかもしれないんですけど、まあ一意見として
聞いていただければなと思います。まあ、調整するときに、まあ、こんな感じで結構、まあ、どこがどうかだからみたいな、そういうなんかしっかり理由付けて話してくれるようになったのはすごくいいよね、運営。うん、これは結構あり。逆にさ、そのオリジナルヒーローのこの変な文章はいらないから、オリジナルヒーローもこの変な文章の後にしっかりこういうなんで下げたかっていうのをね、欲しいね、運営から。うん、でこれは違うでしょとか言えるじゃん。そういうね感じで話したいんですけど、まず体力について。攻撃に特化してる分耐久が低い、リスクが見合ってない、桃なめみたいな感じだよね。めちゃめちゃパワーアップするけどサイレントがありますよって、でもそのサイレントが全然リスクじゃないよねみたいな感じで結構調整いじられてるんですけど、まあ、まだ強いんですけどね。まあでアクセララも体力はそんな感じで、まあもっと下げますよと。まあ下げすぎなんだけどね。でアビリティが状態異常反射が強すぎて、まあ、全然反射できちゃうと。全然反射できちゃって、で最終的にヒーロースキルもまだ打てちゃうと。まあ打てるよね、まあ、ちょいちょい使ってもヒーロースキルが全然たまんないっていうのはないし、うん、まあだから、まあ、あえて状態異常、まあ、パパミーを当てて転倒させますとかそういうコメント結構あったんで、まあ、そういう立ち回りができるようになったと。うん、いいよね。まああえてヒーロースキル削って、まあ味方がデズだったら、そうデズヒーロースキルを与えてとか、まあデズヒーロースキルは反射するのか、難しいな。まあなんかあるんでしょうね。うん、まあそういう使い道があるんですよ多分。はい。まあで、まああとは普通にさっき言ってた点灯を入れるから、まあ、状態異常、まあイエーガー張りながらとかもできるし、まあ自分でね、あえて受けながら、まあ、味方に任せてとか、近くだったら打てるよねみたいな、そういう立ち回りができるのは、まあ確かにこれ見ると確かにって感じはするような、まあ、するんだけど 0.4 はね辛い、やばいよマジで。普通に使ってたんだけどデズの通常2発か2発で死んだし、なんか合図の HA もねワンパンされるらしい。でレンジもワンパンされるっつってたね。おかしくない？もうこれは結構きついなって思った。カウンター2枚ぐらい欲しいよねっていう人もいたし、うん、なかなか PS が求められるキャラなんじゃないかなって思いますね。そんなに射程も、まあ、長いわけではないと思うんですよ。まあガンナーだから長くはあるんだけど、他のガンナーに比べたらそんなに長いわけじゃないから、ソーンとかリリカに一方的にボコられたし、まあ、だいぶむずいよな。常設はねマジでむずいと思った。ディバゼンバーゲンブレドラの230でさっきバトル潜ってたんですけど、まあかなりきつかったね。かなりきつかったんで、どうするんでしょうね。これ絶対いらなかったよな。でヒーロースキルが重くなって発動反射1回で 20% 減少という感じでね、まあゆっくり話してったんですけど、なんでとあるコラボ出てきたばっかりこんな下げるのって。ワンシーズンもやってないんですよ。まあ1、2シーズン暴れていいじゃないですか。キリアスだってなんだかんだ結構暴れたじゃないですか。まあリンネのせいでちょっと霞んだ感はあるんだけど、いやそれでもさ、これはやばいよね。僕の予想なんですけど、絶対シーズン終わったらまた情報来ると思うんですよね。さすがにコラボ課金させてこの仕打ちはやばいんで、まあ多分情報来るかなって思うんですけど、なんで今こんなに使用率勝率やばかったんですかね。まあ結構桃鍋さえ持ってれば誰でも簡単に使えたキャラだと思うんですよね。防御高いから戦いやすいし、なんか3発目でパンパンパンみたいな感じになるから、その通常キャンセルもそんなに必要ないなって感じだったんで、アインズと比べてもかなり戦いやすいと思うんですよね。で攻撃カードもたくさん積めるから何積んでもいいっていう面でもいろんな人から愛されてたキャラだと思うんで、まあ、そういう面で確かに使用率勝率は高いかなとは思うんですけど、ちょっと冷静に考えれば別にそんなでもないよねとはわかるじゃん。
いや、ダメなんかな、わかんないな。わかんないな。ちょっと、ごめんね、話長くなるけど。わかんないわ。その上位目線とか、まあ、同アイコン S5 以上とか、まあ、そのぐらいの話になってくると、やっぱり、別に、ね、アクセラそんなにじゃん。まあ、強いけど、別にじゃん。アインズの方が強いじゃん。ある程度さ、PS が、持ち合わせてくると、まあ、それはアインズの方が強いっていうのはわかると思うし、ね。確かにね、初心者でも使えて、初心者狩りしやすくてみたいな。まあ、全体で使われやすいのはわかるけど。まあ、そうなのかな。アインズの方が強いやんって言っても、いやいや、勝率が大事、使用率が大事って上に言われたら、まあ、そうなんですかとしか言えないから、どこを見てるかなんだよね。まあ、そこを見てるだろうから、まあ、こうやって変えてるわけで、別に俺らがそういう話をしても、別にそこは見てませんって言ってますからね、運営さんは。もうこれ以上別に文句言ってもしょうがないと思うんで。残念ですよね。まあ、っていうのもあるし、その、今、調整入れたのが意味わかんないって話、みんなしてると思うんですよ。まあ、確かに、僕も思います。はい。そんなに大事だったかっていう。まあ、確かに、その、勝率使用率多そうっていうのはパッと見分かって、で、それが、その、緊急で入れるぐらい、シーズン前に入れるぐらいっていうぐらいだから、多分、キリアスの時よりも多かったんじゃないかなって思うんですよ。ね。ってことはもう、相当だよね。相当だと思うんですよね。あんま見てないけど、わかんないけど。まあ、だから、運営がびっくりしちゃうぐらいね、相当やばかったんでしょうね。まあ、それは、あんま文句言えないよね。ちょっと、気になるよね。どんぐらい、そんなびっくりしちゃうのっていう、ちょっと、ハヤピに聞きたいんですけどね。そんなやばかったんですかって。ね。って感じかな。まあ、っていうのもあるし、あとは、その、ウェルプレイドリーグが、土曜だか日曜にあるんですよ。まあ、多分、ミラー発信できればいいなと思うんですけど、まあ、最初の大会だし、とある環境でどんな感じになってくるのかとか、まあ、あるが、多分出てくると思うんで、そのあるが、まあ、ワンチャン支援で使えるんじゃないかなって思うんで、支援とかで使われてくれればいいなって思うんですけど、そう、そういうところを見たいから話そうかなって思ってたんだけど、その、まあ、大会前の調整っていうのもやばいじゃないですか。まあ、グランドスラム前も調整入ったんだけど、グランドスラム前は、そんなに大きなね、調整入んなかったじゃないですか。まあ、だから別に、問題ないなっていうのもあったし、その、バーン提出とか、そういうのも、調整後だったんで、まだなんとかなったんですよね。まあ、練習がしづらいっていうのはもちろんあったんだけど、まあ、その分、ルールを早く、半月前ぐらいから、そう、出してくれたんで、まあ、そこはもういいなって思ってたんですけど、まあただ大会とかないとねコミュニケーション取れないからなんとも言えないし、僕ウェルプは出てなかったんで別に特に言う機会もなかったんですけど、まさかねウェルプ前に調整が入っちゃうと、しかもバン提出があった後ですよ。ヒーロー提出バン提出でみんなねタカさん選びましたで、相手絶対アクセラ来るからアクセラをバンしますって、じゃあアインズを出させてとかそういうのみんな考えてたと思うんだけど、そのアクセラがめちゃめちゃ弱くなっちゃって、結構アクセラ版多かったと思うんですよね。わかんないけど、多分2体ぐらいいた気がすると思うんだけど、そう、ねえ、やばいよね。こんな 0.4 でレンジワンパンとかさ、じゃあいらんやん、みたいな。ねえ、絶対バンする必要なかったと思うんで、しかもね、アクセラー使いたいかとこのステージを選んだとかさ、段差が強いステージ選んだとかでこんな下方されちゃったら困りますよね。まあズーさんもマジかーって滑ってたしね。まあ多分その運営ウェルプレイドも知らなかったんでしょうね、こういうのは。でね、なんかすごい新年早々運営の評価が下がるようなね調整が入りましたけど、皆さんどうですか。まあ別に内容自体は、あるに関しては、文句はないかなって感じはしたんですけど、まあ今入れなくてもいいかなとは思ったけど、別に、ねえ、一回下げて、
ワンシーズン様子見てもう一回下げてでも別にいいかなと思ったんだけど、そんなに危機感を抱くほどなんかな。アクセルに関してはちょっと頭おかしいかなと僕は思いますけどね。まあ多分、まあ、こんだけ文句言われたから言われたし、さすがに 0.4 は使われないと思うし、うん、まあ、ここで使用率勝率ぐんと下がって、まあ、次のシーズンでもう一回情報されて、まあ、ミサカが、まあ、どの程度の勝率使用率出すのか分かんないんですけど、まあ、ミサカがもしかしたらちょっとだけ下放されてアクセラが戻ってみたいな感じで、まあ、2月シーズンそんな感じで様子見そうだとは思うんだけど、まあ、それが妥当かなと僕は思うんですけどね、うん、がいいんじゃないかなと思います。とりあえず、まあ、ウェルプ出る人はかわいそうだなと思うし、まあ、そこはね、ドンマイだよね。ドンマイだよね。うん。まあ、こういうのもみんながね、文句言って、危機感抱かせて、って、ね、やるしかないと思うんで、まあ、一応ね、ツイッター見てる運営はいると思う。まあ、少なくともウハさんは見てるから、そう、そういうのもしっかりね、伝えて、うん。まあ、きつすぎない言葉でしっかりね、まあ、理由をね、つけて、伝えてあげれていいなって思います。まあちょっとアクセラレーターの使用感はあんまりよく分かってないんで、まあ、よければねヒーロースキルがどうなったとか、まあ、感想をくれるといいかなって思います。僕使ってもね、もともと全盛期あんま使ってなかったんで、まあ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 こんなもんかみたいな感じだったんですけど、はい、以上でございます。長々とお付き合いありがとうございました。さよなら。